打つところでは前に出る、はい、前ですか、前です、なるほど、こっちに勢いをつけたがるんですけど、そんな力はいりませんよって話なんです。宮本慎也公式 YouTube 解体新書、今回のゲストは一緒にプレイした飯田哲也さんです。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。まあ、飯田さんといえば守備、走塁、特に盗塁の部分もありますけど、はい、バッティングも良かったですよね。バッティングはでも波がね激しくてね、僕がヤクルト入った時に、うん、最初キャンプでこう見た時に、あ、プロってやっぱすごいなって思う中でも、うん、僕はやっぱり古田さんと飯田さんは何やっても上手かったん でバッティングやったら飛ぶし、足速い、肩強い、で古田さんも悩のく受けさせても、まあ、まあそれなりに上手いじゃないですか。上手いですね。この2人はすごい万能だなっていうのがすごい印象にあって、うん、呼ばせていただいたのも、はい、やっぱりまあ守備、一回ね高橋由伸来てもらったんですけど、はい、やっぱり飯田さん見てたって、はい、ありがたいです。なんでやっぱもう僕も一緒にやってて、それ取るかみたいなとかね、うんうんうん、あとは白母で消えたやつをその辺に行って、ね、その辺に行って、普通白母っていうのはもうこうやってやるわけです、普通の外野手って。でやるんですよ飯田さんも。でもその辺に行くわけですよ。で急に出てきたやつ飛びついて取ったんですから、勘だからね。そうですよね。だからその辺まで行ってるっていうのがやっぱりすごいし、あとは東京ドームのフェンスの手が超えたっていうね、超えたというね、伝説のね、カンカンビュンって言って、あの、うん、あれ何メートルぐらいあるんですかね、7メーター8メーターぐらいありますよ ね、 あ、 ね、あとはあれですよね、筋肉番付ですね、筋肉番付じゃあまずあの外野守備なんですけども、はい、構え、いろいろな形があると思うんですけど、はい、右足前、左足前、はい、正面ってあるんですけど、はい、僕は正面が一番反応しやすいと思うんですよ。な、はいはい、なので正面向いて右左、はい、どっちでもいけるようなスタートを切れるにはやっぱ正面かなと僕は思っていて、はいはい、構えもよくこう動きながらやる方もいるんですけど、はいはい、僕はじっとしてるタイプ。正からどうに、正からボールに対して、でも必ず打つところでは前に出る、はい、前ですか、前です、なるほど。どうしてもこうなってしまうと動きが悪くなるので、絶対前に行ってバック、後ろだけだったら後ろ、右だったら右、なるほど、左だったら左、はい、で一番やってはいけないのがやっぱり後ろなんですよ、はい、なるほど。ポンと体が起きちゃう、体が起きてしまうと足が伸びてしまうので、はい、そこからまた沈んでスタートしなきゃいけないので、うん、次の動きがスムーズにならないと、ね、ならないです。なので絶対に前、はい、後ろの打球でも前行ってから後ろ、なるほど、が基本。なるほど。僕がちょっと思ったのは、はい、まあ、両足こういうのいろいろあるって言いましたけど、はい、例えば外野でもセンター、まあ、飯田さんセンターやってらっしゃって、はい、でレフトライトで違いっていうのはあると思います。僕はあんまり経験が、ね、はいはい、ないんですけども、はい、どっちにしろやっぱバッターに対して整体しなきゃいけないと思うので、はい、やっぱ整体がいいのかな、なるほどなるほど、僕は思うんですよね、はい、だから右バッター左バッターでやっぱり打球の切れ方って変わってくると思うので、はいはい、でも俺はこっちが得意だからこっちとか、はいはい、こっちとかは僕はおすすめしない、はい、なるほど。 できたら得意があったとしても、はい、正面でまず練習して、うん、整体してバッターに対して整体して訓練していった方がいいんじゃないか、僕はいいんじゃないか、ね、なるほど。ボールどこ行くか分かんないよって言って構える時にこうはしないじゃないですか、うん、まあまあそうですね、大体こうするじゃないですか、はい、だからやっぱ反応が一番しやすいのは整体だと思うんですよ、うん、まあ、内野手でもそうですけど、ですよね、内野手でもこうやっていろいろこうやって飛んだりとかっていろいろありますけど、うん、まあ、僕は右足を前に 出してたんですけど、うん、基本的にこうやっては守らないですね。ないよね。ないですね。だから今こう動きながらの方が動きやすいっていう人が結構いるんですけど、はい、反応って若干遅くなると思うんですよ。あ、なるほど。こう動きながらパンって動くのと、はい、じっとしてパンっていくのかと、じっとして低い体勢からのがパワーはそっちの方が速いはずなんですよ。なるほど。まあまあそりゃそうですよね。こうやって立ってるよりかは、立ってるよりかは。なので構えも低く、はい、スタート一番力が入るポジションで構えた方が僕はいいと思う。なるほど。じゃあまあリードにちょっと近いみたいな。近い。なるほど。結構あれですよね、今で言うとどうしてもこういう胴からどうの方がっていう人は確かに多いですよね。多いんですよ。でも一番動けるのは
やっぱりボールみたいなスタートが一番反応しやすいし、パワーも伝わると。これはでもちょっと動きながらやる人が推奨する人が多い中、うん、ちょっとやってみる価値は全然あると思うね。確かに今僕も話聞いてて、あ、なるほどなっていう部分はやっぱ結構あるんで、うん、で僕は結構意外だったのは前なの。絶対前なんですよ。それは絶対後ろ行くと浮いてしまうんですよ、体が。浮いてしまって前とか、浮いてしまったんで足が伸びてるので、うんうん、パワー、そっからパワー出せないんですよ、うんうん、なので低い体勢でいってからパワーを使えれば、うん、より早くいけると。わかりましたいやいや、それはでも結構あんまり効かないです。こういう風にして浮いて、確かに今想像して、僕外野なんかほとんどやったことないですけど、はい、こうやって動いててポンって来た時にパンってこうやってなっちゃうと、なっちゃうともうパワーが伝わんないんです。結局最後にスピード乗っちゃうんですか。最初にスピード乗ってできたら取る時は相当意義したいですよね。そう、取る位置とかっていうのありますか。取る位置はよく顔の前って言うじゃないですか、はい、見えないですよ、ね、顔の前だと見えないのでまあ左肩の前、はい、できればグローブは立てる、立てる。このボールのラインに対してこんだけしかないですもんね。そうなんです、まあ、縦にするとこれだけありますもんね。だ、手首をほんと曲げるというか、ちょっと背屈外にね、はい、まあゴロでいう立てなさい、はいはいはい、いうのと一緒で立てなきゃいけない、うん、ギュッと握らずもう受けるというイメージ。そうですね、なるほど、下げるイメージ、うんうん、実際下げないんですけど、はい、優しくっていう、優しくっていうことですね。ボールを優しく扱うってことです。で、まあ両手で取れっていう人もいますけど、もうこれ片手でいいですよね、あんまり。なんかこう両手で構えて片手で取るのはいいと思うんですけど、でもグローブの近くに手はあった方がいい、あった方がこれぐらいにはあった方がいいってことですね、はい、まあ取って投げてっていうのもありますからね、はい、これはダメですけど、こう取ってすぐ握り変えるっていう意味では近くにはあった方がいいと、はい、まあポイントとしては取る位置としては、まあ左肩の前が一番見えやすくていいんじゃないか、ね、だから高くなるよりはもう顔の横ぐらい、で少しグラブを、グラブというか手首を立てる、早くさせてグラブを立てるというところですね、はい、そうですね。本当に前に出た方が絶対いい、うん、これはもう大おすすめで、本当にプロの人も解説とかしてるけど、見てて こういうのが多いんですよ。確かに。なのでこっちは絶対パワー使えるんで。なるほど。よく内野手もさ、打球入ったらポンってこう出ないですか、はいはい、そうそう、前出ますよ。それと一緒なんですよ。あ、なるほどね。こういうふうに動いていく感じで、内野手なんか絶対こうはならないじゃないですか。ならないですね。なんないよね。どうしてもこういくんです。なるほど、ね、確かにあの前に落ちるやつって大体みんなこうなりますよね。なるんですよ。なるので足が伸びる、パワーがない、またなんで、な、最初のスピードが出ないってこと、ね、出ないんです。だからおいおいおいって取れるだろうっていうのが届かない、うん、なるほど。これはね、本当前からバック、うん、前から前、前から横っていうイメージをつけた方が絶対いいです。ありがとうございます。次、あのゴロの捕球から、はい、やっぱりバックホームであったりサードであったりとかっていうところで、はい、捕球からゴロの取り方、はい、まあ、足の運びも含めてですけども、はい、そこからスローイングに移行するまでっていうのをちょっとお話ししていただきたいんですけども、そうですね、はい、あのボールが、はい、まあ、内野手と一緒で、はい、上がる瞬間と落ちてくる時に合わせるのがやっぱ基本です、はいはいはい、で僕の場合は右足前で左足で、はい、右足の横で取るイメージで流れるまんま投げたいんですよ、はい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 、今の人はちょっと取りました、はい投げますようになるわけで、はい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 、せっかくボールまでの勢いをチャージしてきてる、チャージしてきてるのにここで止めちゃうんで、うん、このまんま投げれると前に進む威力を使えるわけなんですよ。止めてしまうとどうしても肩、はい、自分の腕力に頼ってしまうので、うん、腕を振ってしまうとそれやすいので、はい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 、ラインに出すっていうイメージ、うん、あの基本的にはホームで刺すよりは、はい、回さない、回させないっていう、回させないの方が僕は強かったです、うんうんうん、ホームで刺したい気持ちはあるけど、はい、回さない方が中心、うん、なるほど、うん、でゴロ取るのでも、はい、まあ、飯田さんは右足が前になって、はい、こういう風な形じゃないですか、はい、このままバンとこういう風に取っていく形ですけど、はい、結構こっちの人もいるじゃないですか。こっちだと、はい、あの体から離れてしまうんで、やっちゃった時にってことで、もう後ろに行っちゃうっていうことですよね、はい、だから体の中で
取らなきゃいけないっていうのはあります。なるほど。で左なんかで言うと絶対に一歩多くなりますね。一歩多くなっちゃうんです。なりますよね。でもできない人は、まあ、こっちでもいいんですけど、はい、まあ、こっちで勢いを使って投げた方が肩にも負担かかんないし、うんうんうん、軽く投げてもスーッといくっていうイメージですかね、うんうん、練習した方がいいっていうことですよね。練習こちら側で取った方がいいっていうことですよね。だから 100% で投げると体がブレてしまうので、うん、そうですね、コントロールもずれやすい。だからこう僕のイメージですけど、はい、こっち側で取ると絶対この右足って後ろに入るじゃないですか、はい、こう取って難しいじゃないですか。でもいい、そうですね、そうですね、こっちに入ると、ね、入ると全部体がブレる、そうそう、横振りになるから、はい、で僕でもねやっぱり飯田さん、まあその後高橋芳美、はい、長野、はい、この3人ぐらいなんですよ、こうやって一発で投げれる。そうですね。そんなことないですか。だからあの外野手って遠く投げなきゃいけないので、はいはいはい、どうしてもこっちに、そう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 、勢いをつけたがるんですけど、そんな力はいりませんよって話なんですよ。この勢いを使えば、この勢いを使えば。なるほど。だから僕も慶喜も長野も、はい、バーンって投げてもあんま見たことないでしょ。だから取りやすいボールがいってるはず。こうポンポンポンと。はい。で肩つやつでボボーンってくるじゃないですか。そうなんです。あの名前出して悪いですけど。ワンバンしてもピューってこうやってくるから、うんうんうん、こう取れてもタッチができないですよね。こわばっちゃう。そうなんです。早くボールが来ても、うん、取ってそっからタッチする時間がかかるので、そうね、それやったらポンポンって来た時に、うん、速いボールよりかはちょっと遅いかもしれないけど、ここがパンパンっていけるわけですよ、内野手は。そうだね、予想がつくから、ね、そう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 、うん、それはでも考えてますよ。そうですよね、僕も。はい、だからこうイメージ的にこう吸う時でポンポンってくる感じなんですよ、うん、だからどこの塁に送球するにしても、はいはい、僕はノーバウンドでは投げないです、うん、そうですね、はい、あれぐらいでしょ、日本シリーズバックホームね、あれはもう勝負かけたプレーだったの で、ね、イメージが絶対そうですよね。ワンバンで投げてるイメージですね。だから本当取りやすいし、はい、コントロールしやすいし、はい、送球もそれないので、うん、もう絶対もうどんな近くでワンバンで投げてました、ね、で今全部聞いてると、はい、結局やってる人が少ないですけど、はい、全部理にかなってますよね。その後ろに反らさない、はい、うん、でそのまま勢いをつけれるから、はい、このライン出しもできやすい、はい、じゃあすごい強肩じゃなくても、うん、その勢いが使えたらワンバウンドぐらいでは投げれるでしょっていう、ね、だから全力で投げないっていうのが基本。なるほどね。これはでも結構プロの人も聞いた方がいいですね。そうですね、結構ビュンって投げるじゃないですか。ビュンって投げると速いかもしれないけど取りづらい、タッチしづらい、はい、そうですね。だと総合的にポンポンってきても全然変わんないですから。まあまあそうですよね、時間的に。確かに。やっぱり飯田さん、高橋由伸、長野とかっていうのは基本的にワンバウンドですよね。そうですね、ポンポンってこう取り手がすごい楽な、うん、ボールが来るんで、うん、そこの程度がってやっぱまあすぐ飯田さんはすぐ上がるじゃないですか。でもまあみんなそうですよね、手がすぐ上がりますよね。そうだね、取って取った時にパッとこうやって上に上がるじゃないですか、うん、下げてるとバランスが崩れちゃうので手で投げたり遅れてきて引っ掛けたり抜けちゃったりっていうのがあるので、この中で動いていけばラインはそれないと思うんですよ。そうですね、どうしてもこうこっちに入ると体がこっちに来る、こっちに投げる、こっちにぶれる、横に振っちゃいますもんね。横に振るので強い球いってもそれちゃうっていうのが、まあそうですね、もったいないというか。そうですね、それだったら 7,8 割でスッて投げた方がコントロールよく投げた方がいいのかなと。宮本慎也解体新書、チャンネル登録お願いします。宮本慎也公式 YouTube 解体新書チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。野球などの質問がありましたら概要欄の方にお寄せください。よろしくお願いします。